ライザ、ここは学生が多い区画なんだ。遊ぶなら別の場所へ行け。遊びに来たんじゃなくて、ボースを誘いに来たのよ。ほら、そろそろお茶の時間だしさ、一緒にお茶飲みに行かない？それはどう考えても遊びの誘いだろうが。俺は読んでおきたい本があるんだ。もう勉強勉強ってそればっかり。少しは休むことも必要だよ。タオとレントも一緒なんだろう。うるさくて休めたもんじゃねえ。ううん、あの白状二人組は来ないから、今日は私とボースの二人。私とフィーとボースの3人よ。なるほど。そういうことなら少しだけ付き合ってやろう。ライザには聞いておきたいこともあったからな。聞きたいこと？って感じで、ラーゼンボーデンはいつも通り静かで緩やかでまったりとした平和な村のままだよ。そうか。で、他に聞きたいことは？いや、十分だ。俺の離れていた3年間、特に大きな問題は起きていないようで安心した。ランバーもしっかりと父さんの警護を務めているようだしな。それにしても、まさかこんなに島とか村のことをいろいろ聞かれるとは思わなかったわ。俺が戻った時、島の様子がわからなければ顔役であるブルネン家の人間としては失格だからな。それでお前は？はい。ライザの方はどうなんだ？先生をやってるんだろ？成り行きでね、錬金術を教えるはずだったんだけど、普通に勉強を教えるようになっちゃって。まあ正式な教師ってわけじゃないから、小さい子限定の先生って感じでやってるよ。意外だな。何よ、どういう意味？村の同世代で一番しっかりと大人の道を進んでいるのがお前だということがだ。俺はてっきり青か俺のどちらかだと思ったが、変わるものだな。何よ突然それ。褒めてるよね。意外だと驚いているだけだ。調子に乗んな。はいはい、まあ同世代一のしっかり者なんて言われてるのも時間の問題でしょ。こっちですごく勉強して大人になったボースが帰れば、同世代一のしっかり者の座は剥奪確定だし。当然だ。それで少しは休めた？余計な心配すんじゃねえよ。ブルネン家の男はヤワじゃないんだ。ブルネン家の男だって人間でしょ。レントもタオもボースのこと心配して。ってボース、その手どうしたの？豆だらけでボロボロじゃない。あ、ああこれか。気にするようなことじゃない。そういえばレントも気になること言ってた。勉強以外にも何かやってるの？さて俺はそろそろ行くぞ。悪くない時間だった。島のことも聞けて、いろいろと安心できたからな。あ、ボース！言っちゃった。聞いちゃいけないことだったかな。どうしたの？
あ、ライザさん。買い物をしていたのですが、つい買いすぎてしまい、重くなってしまって。ずいぶん買ったね。私も手伝うよ。いえ、考えなしに買ってしまった私の不始末です。休み休みでも自分で持って帰るので大丈夫です。でもこれは多すぎるような。お、何やってんだこんなとこで。うわ、ずいぶん買い込んだな。こんなに買ったら持って帰るの大変じゃないか。休み休み持って帰りますので平気です。それ全然平気じゃねえからな。俺に任せとけ。大丈夫ですから。自分で買ったものなので持ち帰るのも自分で。力仕事は俺みたいなのに任せときゃいいんだよ。ほら、さっさと行くぞ。レッドさん、大丈夫ですか？かなり重いでしょ？旅で持ち歩いてる荷物に比べればどうってことねえよ、これくらい。たくましいんですね、レントさんは。私の知る男性では珍しいタイプです。レントさんみたいにたくましい男性は父以外に見たことがありません。そうなのか？周りの大人とかにはいないのか？周りの方々、貴族の男性は基本的に腕力とは無縁ですから。タオさんも頭脳派ですし。まあタオは昔から腕力とは最も無縁なやつだったな。本の虫でいっつも手放さなかったし、喧嘩からも逃げ回ってたからな。 いえ、でも腕力はなくてもタオさんにはたくさんいいところがありますから。そりゃそうだろう。タオはいいところの方が多いやつだぜ。タオは腕力はなくても頭がめっちゃいいからな。あいつの知識に何度も助けられたっけ。そうなんですか。ああ、それだけじゃねえぞ。あいつ喧嘩が苦手とか散々言っておきながら、前の冒険の時は逃げ出さずに最後の最後まで俺たちと一緒に戦ってくれたんだ。すっげえ勇気あるんだぜ。あと、ほら到着だ。ありがとうございました。本当に助かりました。礼を言われるほどのことじゃねえよ。今後ともタオのことよろしく頼むぜ。ライザさん、レントさんってすごくいい人なんですね。うん、ただ一見そうは見えないところが問題なんだけどね。タオとボースいるかな？見かけたら声かけてみようね。
ティ大丈夫かな。かなり落ち込んでたみたいだけど。ライザさん、ちょっといいですか。パティ、もちろん、そこに座って。急にごめんなさい。でも、ライザさんしか相談できる人がいなくて。ううん、私も気になってたから。タオが家庭教師を辞めさせられるって話だよね。ええ、代わりはまだ見つかっていないけれど、何か目星はつけてるみたいでした。パティはそれでいいの？いいか悪いかの問題じゃないんです。私には従うしかできません。この前も言ったけど、自分を押し殺すことも貴族にとっては。パティはそんな辛い思いしてまで守りたいの？そのためにタオを辞めさせちゃってもパティはいいと思ってるの？いいだなんて、そんなこと、そんなこと思うわけがありません！私がいいと思うはずないじゃない！ライザさんなら聞かなくてもわかるでしょ！ごめんなさい。ううん、とっても嬉しいよ。パティの本当の気持ち直接聞けてね。できることならお父様にも伝えたいと思ってます。けどそんなこと絶対にできません。じゃあパティはこれからどうするの？私にできるのはタオさんの代わりが見つからないことを祈ることくらい。ダメだよそんなの。絶対に何か方法はあるよ。私も考えるから一緒に見つけよう。そうですね、私一人だったらそんな方法見つかるはずないって諦めてただろうけど、お父様に一歩も引かなかったライザさんとなら何か見つけられるかもしれませんね。うん、タオを辞めさせないで済む方法絶対に見つけよう。言えないけど、私だけ浮いてる気がする。浮いてる？だって二人ともお嬢様なのに、私だけそうじゃないし。そんな理由で浮くはずないじゃないですか。そうだよ、それに私くらいの子なんていっぱいいるよ。私だって貴族階級で言えばまだまだ下です。お嬢様だなんて言えたものじゃないですよ。貴族の娘って時点で立派なお嬢様なんだけど。うん、パトリツィアさんはまず貴族だっていうのがすごいと思う。貴族社会に入るためには子供の頃からいろんなことをたしなんで勉強しなくちゃいけないんだから。そんなにいろいろ勉強しなくちゃいけないの？貴族同士の付き合いの中ではどん
んな稽古をしているかも重要になりますので。大変な世界なんだね。私にはこれが普通なので特に大変と思ったことはありませんが、大変という点ではクラウディアさんの方が大変だと思いますよ。そうかな。幼少の頃からずっと一箇所に腰を下ろさず大将と共に旅をしていたのでしょ。そんな生活が大変じゃないはずありませんよ。それが私全然平気だったんだ。いろんなところを見て回るの大好きだったし、お友達ができないのがちょっと辛かったけど、空間島でライザたちとお友達になれたし。きっとクラウディアは私と出会う前からもともと冒険好きだったのかもね。かもね。強いんですねクラウディアさんは。私なら絶対にそんな生活を楽しいとは言えません。パトリツィアさんと同じでそれが普通だったから大変とか嫌とか思わなかっただけだよ。だとしてもそのたくましさ尊敬します。私も少し見習って強くならなくちゃ。リラさん、こんなところでどうしたの？ライザか。リラがレントに話があるみたいでな。リラさんが？あれ、怒ってる？それでどうなんだ？3年の旅はどうだったんだ？ああ、そのことか。そうだな、楽しいことばっかじゃなくて辛いこともあったけど、最高の3年だったと思ってるぜ。最高だと？ああ、いろんな強い魔物と何回も戦ってさ、かなり強くなったのは間違いない。レント、なんだよリラさん、言いたいことあるなら言ってくれよ。思い違いだったようだ。は？いや、レントがそういうのであればこれは私の思い違いだったというわけだな。いや、それじゃあ分かんねえよ。何が思い違いなのか教えてくれって。私はレントが戦士の心得を忘れたように見えた。それがとても悲しかった。だがお前は確かに言った、最高の3年間だったと。レント、確かにお前は強くなった。充実した修行の旅の中で己が腕を磨いた証だな。逆に私の人を見る目を濁ってしまったようだが。いや、そんなことは。レントは戦士の心得を忘れていない。だから私は安心していいんだな。リラさん。当然だぜ。師匠のリラさんに教わったこと忘れるわけねえだろ。安心した。アンペル、行くぞ。ああ、またな、ライザ。レント、大丈夫？当たり前だろ。まったく、みんな心配しすぎだぜ。本当に、それだけならいいんだけど。